横浜市立大学データサイエンス学部の鈴木典弘です。理学部の加藤由里子です。国際教養学部の豆田理恵夫アクバルです。国際教養学部の堀切香穂です。今から横浜市立大学のキャンパスを始めていきたいと思います。では行きましょう。 GO! まずは YCU スクエアから紹介します。ここが YCU スクエアになります。この YCU スクエアが横浜市立大学の中で一番新しい建物になります。1階にはこのようにピオニーホールであったり、あと奥に、事務方の窓口があります。建物自体は1階から4階までになっていて、このように吹き抜けになっています。1階からは外を見ることもできて、キャンパスが一望できます。YCU スクエアの2階から4階にはスチューデントオフィスがあります。この部屋は大学のポータルサイトから予約をして、学生であれば自由に使うことができます。試験前の自習や部活動のミーティングなどで使用されます。私も実際にバドミントン部に所属していて、ミーティングで利用しました。ここは第一講堂というとても大きな教室です。実際にご覧の通り、約300人以上が同時に授業を受けることができます。現在は対面で行われる授業は行っていないんですけれども、遠隔授業の場所として提供されているので、ここで多くの学生がパソコンを並べて勉強している姿が見られます。で、実際私もここで遠隔の授業をよく受けるんですけれども、その時にディスカッションをしなきゃいけない授業があった時に、ちょっと喋りにくい時があったりするんですけれども、それもそれでなんかまた面白くて、なんかみんなで授業を受けてる感じがすごいして集中できます。堀切さん、ここで何か授業を受けたことはありますか？はい、私は大学1年生の時に社会学をこちらで受講しました。ご覧の通り、とても開放感がある講堂なので、集中して講義を受けることができました。はい、実はここは雰囲気がとてもおしゃれっていうことで、ドラマの撮影とかでも何度か使われたことがあるんですよ。授業のスライド資料は前の大きなスクリーンにプロジェクターで映し出されますが、教室が大きいので後ろの学生も見やすいようにサブモニターが設置されています。ここが中庭と本校舎です。本校舎は第一講堂と中庭を囲むようにどの字型に立っています。とても静かで集中できるので、実際私もフランス語の授業や英語の授業をよくここで受けたりします。これは横浜市立大学のシンボル、時計台です。ここにはいろいろなトリビアがあって、その一つにこの間を通ると留年する、単位を落とすというのがあります。でも受験生がここを通ると横浜市立大学に合格するという噂もありますので、試してみてはいかがでしょうか。ここはカメリアホールです。約300席の座席があり、講義などに広く活用されています。以前カメリアガーデンという場所があり、その跡地に建てられたことからカメリアホールと命名されました。主に大人数の講義で使われ、後ろの座席ほど高い位置にあるので、前の人でスクリーンが見えないという心配はありません。こちらは学術情報センターと呼ばれる図書館になっています。雑誌など約69万冊が蔵書されており、課題などを行う時もよく利用しています。アクバルはここを使ったことある？はい、実際僕も1年生や2年生の時よくここで課題をしていました。空きコマや授業が終わった放課後など、ここに来て必要な本を検索し、本を集めて奥にあるパソコン室でそのままレポートに取り掛かることができるので、とても便利です。ぜひ皆さんも大学で勉強する際にはこちらを使ってみてください。
ここが食堂になります。お昼時になると、横浜市内の学生さんがよく集まってここでご飯を食べてます。でやっぱり最近はそのオンライン化の流れもあって食堂でもキャッシュレスで、食べ物を食べることができます。個人的にはやっぱり辛いものが好きなので最近は冷やし担々麺とかよく食べてます。ゆり子はどうですか？チキンタツタ丼が大好きです。はい、というわけでちょっと中の方見ていきます。約450席の座席があり、金沢八景キャンパスで最も大きい教室となります。学内で行われるイベントや学会等でも広く利用されています。授業では複数の学部生が参加する大規模な講義で使用されることが多く、私も1年生の時、実際に起業家に学ぶという授業でこちらの教室を使用しました。ここは理学系研究棟です。2014年に建てられた比較的新しい建物で、中には理学部の研究室や実習室があります。それでは中に入ってみましょう。ここは理学系研究棟1階の実習室です。中にはたくさんの道具があったり実習に必要なものが揃ってます。他にも上の階にある研究室にも道具が揃っていて、いつでも研究ができるように設備が整っています。ここが第一グラウンドです。体育の授業や部活動の練習場所として使われています。今も野球部が練習をしています。僕もこの後の、3限に、ソフトボールでこのグラウンドでちょっとソフトボールをしていきます。ここが第2グラウンドです。前面に人工芝が敷かれた多目的グラウンドとテニスのオムニコート3面からなり、サッカー部やグランドホッケー部が活動しています。週末には地域開放も行っており、市民の方々にも広く利用されています。ここは学生が自由に使えるスポーツジムです。実際に空きコマや放課後の空いた時間などで私もよく来て利用しています。ランニングマシーンがあったりと、様々な設備が整っています。実際彼も今、熱心に取り組んでいます。他にもですね、いろんな設備が整っています。ベンチプレスなどもあり、部活動に入っている学生は、体を鍛え上げるために熱心にここで取り組んでいます。ここが体育館になります。この体育館は部活以外にも体育の授業とかで使っています。その他にも入学式や卒業式などもこちらで行われています。めっちゃ広いです。2階にはランニングトラックもあります。今実際のりくんが上に行っています。のりくん、あくまるー。ここが第二体育館になります。ここでは剣道部以外にもチェアリーディング部や空手部、テコンドー部などが練習を行っています。奥には第三体育館もあるのでそちらも見てみましょう。でこちらは主に柔道部が使っている柔道場になります。こちらがプールです。年間を通して温水の室内プールとなっています。水泳部が一年中活動しています。水泳部以外にも開放日には一般の学生も使用することができます。キャンパスツアーはいかがでしたか？状況が落ち着いたら、ぜひキャンパスに遊びに来てください。横浜市立大学でお待ちしています。